黒川敦彦の公認取り消し、そして大津彩香投手の判断が賢明だと立花は解説しています。その判断とは一体何だったんでしょうか。政治家女子48党が徐々に結束を取り戻してきてるようです。それではご覧ください。はい、 NHK オープンクワーということでね、資金がなかなかないというようなことで、まあ取り付け騒ぎをですね起こしてしまっておりますが、お金を貸していただいている333名の方ご心配をおかけしておりますが、まあ結論から言うとですね、僕はもうこれは 100% とまで言いませんが 99% を問題なくですねお貸しいただいている方に、安心にお返しいただけ、返すことができると。今直ちには無理ですけども、時間を待っていただければお返しできるものだと確信をしております。で、まあちょっとね、今どういう、なぜこんなことが起きてるのか、政治家女子48党っていうのがごたごたしてるのかっていうとですね、まあ僕のこれ判断がミスしたとははっきりと思ってないです。これは今も大津彩香さんにこの国政政党政治家女子48党をですね、まあ代表権付きで党首になってもらったことについては、僕はこれは後悔も反省もしておりません。これで良かったと思ってます。っていうのも、実際に若い女の子に、まあ実際に若い女の子に実際やってもらうって、まあ2回実際って出てますが、僕はね、こう、失敗したらええやんって、まあ大津さんがよく言ってたんですけど、なんか、僕は本当、彼女もそうだし、他の政治家女子48党の、まあ女の子たちもですね、そうなんですが、失敗をしてもらうしかやっぱ成長しないんですよ。失敗することによって僕は成長する。それを、まあ、見守っていくっていうのが僕は人を育てることだと思っていて、もちろんね、こんな苦しい状況に大津さんを追い込んでしまったことについては、ちょっとね、やりすぎたのかなっていうか、彼女がこれを十分理解せずに彼女に任せてしまったことについては、良くなかったのかなと思ってる反面ですね、やっぱ大津さん僕はできるんじゃないかと今日すごい思いました。っていうのは、今日大津さんが、僕は今大津さんに圧迫をかけるのは良くないということで、大津さんに対して直接 LINE をしたりとか電話をしたりとか、何らかの形で直接コンタクトは取っていません。で、大津さんの部下にあたるですねスタッフがですね、急ぎでちょっと2つ決めてほしいということで、まあ1つか決めてほしいっていうのは、黒川敦彦君、まあ黒川君ですね、彼は自分でこの政治家女子48党の幹事長だと言っていますが、今日正式にその大津党首からスタッフの方に来た情報では、黒川君今度山口4区の補欠選挙に出る予定であったんですが、これについては公認を取り消すということで、大津党首が黒川敦彦さんの衆議院選挙山口4区の公認について取り消しということを明確に指示をしたということを聞いております。で、あとですね、 NHK 党がやっている裁判になった時にお金を払ったりとかですね、生活保護受給者に、まあ、お金を払ったりすることは、まあ、これは場合によってはちょっと、まあ、可能性は低いんですけども、党のトップである大津さんのですね買収行為に当たる可能性もあるので、まあ、大津さん選挙に立候補するという予定です。目黒区議会議員選挙に立候補する予定であり、現在も、まあ、すでに神奈川県のですね県知事選挙に立候補されています。予定よりも現在立候補されてるってこともあって、まあ、その状態でですねお金を出すということはちょっとまあ微妙なんで、それをやめてくれという大津投手の指示が出た。これ僕本当賢明だと思います。素晴らしい、両方ともですね黒川君の公認を、ね、取り消したこと、そして、まあ、寄付行為に当たるようなことはやめてくれ、ホームページをちゃんと変えてくれというようなことで、僕はその大津さんの成長というか、まあね、彼女はちゃんとした判断をしていると思っています。で、特にこの政治家女子48党の女の子たち、このアイドルを目指しているチームと、なんか政治家になりたいチームとっていうふうにちょっと分かれてる感じがするんですけど、このアイドルを目指している子たちは今週日曜日もデビュー曲をね、出すと発表するっていうようなところで、現にアイドルを目指している子たちはこの政治の豆ごとに全然入ってきてないですよ。で、政治家を目指す、両方ともちろん政治家を目指してるんですが、アイドルをせずに当選を目指そうとしてる人たちが、まあこうまさにこういろいろと揉めてる、今回ね騒動があったんですけども、ただ大津さんに対して僕は悪口を言ってる女の子って聞かないんですよね。で、大津さんが今こういう形で苦しい状況の中で、まあ特にこの政治家を、特に当選を目指してる人たちは、大津さん帰ってきてほしいっていうか、元気にやってほしいって思いがあります。そのような
な方が圧倒的に多いです。まあ、いわゆる黒川くんが、まあ、あちこちの女の子に、こう、まあね、パワハラとまではもちろん言わないですけど、強制的にね、こんなことしたら選挙通らないぞ、つって、ね、赤ちゃん抱えてる女の子にもう無理やり駅前長いこと立たしたりとか、個別訪問させたりとかね、まあ、そういうことをしてたので、まあ、そういう女の子たちがもうやっとちょっとね、解放されて、楽しくやってくれてるんですよ。だから、そういう意味ではその女の子たちも、大津さんのことをちょっとまあ心配してるような状況ではあります。ただ、まあ、大津さんはそこきっちりとですね、どうもやってるようなので、多分弁護士さんを使ってですね、相談して、大津さんやってくれてると思いますから、今ね、バタバタしてますが、こうまとまります。間違いないです。僕はもう、これね、生みの苦しみですよ。そらね、その、20代、30代の男、女の子集めてきてね、言うこと聞けって言ったら、そりゃ楽というか、なんかそういうね、風俗のなんか女の子とか、キャバクラの女の子みたいなことをする、僕はそんなことするつもりないんですよ。それぞれの自主性でやらせるから、失敗してでも、こう反省して成長してほしいって考えるから、そりゃバタバタします。ひょっとしたらっていうか、まあ、大津さんは僕のことがもう嫌いでね、僕とはもう口聞かないということで、大津さんはひょっとしたらこの党から離れていくかもしれません。でもそれは他の女の子たちは僕は望んでないと思います。まあ、いずれにしても、今バタバタしてますが、これ、いずれね、ちゃんとまとまってきますので、もう少し温かい目で見ていただきたいと思います。4月のね、今3日ですけども、まあ、来週の金曜日とか、まあ、再来週月曜日ぐらいまでに、まあ、大津さんがどうされるのか、このまま継続して代表投資を続けるということであれば、スタッフともしっかりとコミュニケーションを取っていかなきゃいけないでしょうし、いや、もう別の人に代表権を譲るということであれば、まあ、それはその人がしっかりと運営できるのであればですね、まあ、そこに力を合わせてついていけばいいと思います。でですね、ここまでが政治家女子48党で、NHK 党はどうなってるんだと。政治団体 NHK 党どうなってるんだ。この4月から3倍料金とかですね、もう NHK むちゃくちゃなこと言ってきて、どうなってるんだについて、お話をしていきたいと思います。一旦ここで切った方がいいのかな。ちょっと政治家女子48党のについてというので切ります。で、次に政治団体 NHK のことについてお話していきますので、一旦失礼します。NHK をぶっ壊す。次は、政治団体 NHK 党の今後のサービスがどうなるのか、NHK からの被害者の救済はどう継続されるのか、資金難に陥ってる中で、立花隆が打つ新しい一手とは、それではご覧ください。先ほど政治家組織48党のバタバタしてますが、まとまりますっていう動画の後続きなんですが、NHK 党って今どうなってるんですかっていうことで、今もう NHK 党って基本的にお金がありません。で、じゃあどうやって皆さんを守っていくのか。まず、コールセンターの運用がありますね。NHK コールセンター。NHK 党コールセンター。これは今も続いております。もちろん、NHK 党コールセンターですということで、03-3696-0750 です。3696-0750。お昼12時から夜の21時までやっております。コールセンター職員がですね、10人弱ぐらいいるのかな。まあ、大したお給料渡してません。ただ、コールセンターにかかってきた電話をですね、まあ、NHK 党から立候補予定の人とか、ボランティアの人が無料で折り返しと電話してくれてます。本当にありがたいことです。まず NHK 党のコールセンター電話受付やっております。継続しております。そして裁判費用の立て替え、立て替えというか負担ですね。 NHK から訴えられた場合の裁判費用っていうのは、裁判費用及び受信料全額出してます。夜裁判をする前にお金を払って終わらせるというサービスをしております。で、これは先月までは未契約で裁判の人も、契約済みの裁判の方も両方払っていました。で、今月からはもう未契約で訴えられた人は保証しませんということで変更してます。NHK と契約した上で不払いをした方は、もし裁判になっても裁判費を全額お支払いしますが、未契約で裁判になってしまうと保証はできませんと。まあ、いずれにしても裁判費用の全額支払いってやってます。で、あともう一つ、請求書受け取りサービス。NHK と契約します。請求書が NHK から来ます。その請求書をですね、受け取り代行サービスですね。司法書士事務所が代理で受け取ると。まあ、これによって NHK からの請求書、いわゆる振込用紙っていうのも来ないんです。NHK からの電話も来ません。NHK の訪問員も来ません。つまり、あなたに代わって NHK の交渉を全部やるっていうサービスです。そしてもし NHK から訴えられても、この裁判費用全額保証っていうのやってますから、この3つの柱ですね。もちろん NHK 劇団シールというのもお配りしてますが、今撃退シールを貼っても、ほとんどまあ訪問員が今年の9月から来ないので、もう NHK から来るのは郵便だけになります。あるいは電話ということになりますので、あまり撃退シール意味がない。いずれにしてもこの3つのサービスをしています。で、この3つのサービスするのにお金かかるやないかいと。そうです、それはそうですよね。コールセンターの
職員だけでも500万ぐらい月かかります。500万もいいか、ごめんなさい、ここで200万ぐらいかかりますね。で、裁判費用もこれね、月だいたい100万円もあればいけるんですけど、未契約の人払いませんから、月100万ぐらいです。で、請求書受取サービスがこれ220万円ぐらいで、まあランニングコストその他もありますから、ざっくり月500万円は絶対いるんですよね。もちろん僕の役員報酬っていうのはもう受け取りません。で、じゃあこの後どうして、どうやって NHK 党のお金を賄っていくのかっていうことについてお話していきますと、まずは立法事務費っていうのがあります。これは浜田君の65万円と斉藤君の65万円、あまり聞かない名前なんですが、立法事務費、これ調べてもらえればわかります。ネットでちょっと調べてもらえれば、立法事務費、これね、会派に入ってきます。政治家女子48党という会派に入ってくるので、これは別に政治家女子48党という政党に入ってくるお金ではありません。この立法事務費は政治家女子48党という会派の代表である、まあ、浜田聡参議院議員が、まあ、使えることになるお金、月130万あります。黒川君に払おうと思ってた130万円と同額の130万円です。これを使います。これをこの裁判費用に当てていきます。というか、まあ全体に当てていくんですが、それ以外に、例の問題になったらですね、立法、文書通信滞在交通費、それぞれ斉藤議員と浜田議員に配られてます。で、こういうちょっとしんどい時なので、浜田議員にちょっとこの100万円ね、今日党の方に、NHK 党の方に、これまでは、正確に言うと、ホリエモン新党の方に入れてくれ、ということでお願いをしましてですね、領収書のいらない国会議員のお金っていうのが、簡単に言えば、65万円で100万円ずつあるんです、それぞれ。浜田参議院議員と斉藤参議院議員に。で、この2つをですね、まとめて月330万円をですね、これを NHK 党の方に、この2人の議員のお金をですね、入れてもらいます。すごくないですか？この二人、お金お金なんて言わないですよ。浜田君と浜田参議院議員と、そして斉藤健一郎参議院議員のですね、このお金をですね、 NHK から裁判された方や NHK から請求書来て不安と恐怖を抱えている方のこのサービスに当てていくと。だから月330万円なんですが、ちょっと足りません。これどう考えても次500万ぐらいいるんですよ。もちろんできればボランティアの人にもお金を渡したいというのもあるので、ちょっと足りません。じゃあ残りの170万円とかどうするんですかということなんですが、これね、まず一つ目、テレビの販売しますしてますよね。 NHK が映らないチューナレステレビ、もうおかげさまでちょうど3日です、72時間でなんと500台売れました。特別価格3万何倍だったかな、39,500円かな、39,800円か、税込み送料込みでテレビ販売させていただいたら、1週間で500台って言ったところですね、なんと3日で500台、売れちゃいました。このテレビの販売、まあ今月だけでも実はてか今これでね50台売れたわけですよ。あ、すみません、500台売れたんです。1台5000円ほどの利益が出ますということは250万円利益3日で出てますから、これ多分出ると思います。もちろんこれは僕のやっている会社、僕が社長の会社なので、ここに入れていきます。何らかの方法で入れていきます。当然コールセンターの今言ったボランティアの人いますよね。そういう人たちにこの株式会社立花隆で儲けたお金を入れていくっていうこともしたいですし、何よりもこの250万円、まあ、もっと儲かると思うんですけど、まあ、この250万円って僕がまあそもそも政治家女子48党からいただいていた役員報酬になるわけです。で、僕も個人的にまだ3000万ぐらいお金を借りしているので、僕の報酬もある程度なければ、個人的にお金を返していけないというのがあるんですが、いずれにしてもチューナーレステルをまず一つ売ります。で、二つ目、視聴料。立花隆一人放送局っていう会社をやっています。私ね。で、僕の YouTube 広告、YouTube の説明欄というか概要欄には必ずですね、このように書いてあります。立花隆の活動は皆様の視聴料によって支えられています。皆様からの心のこもった視聴料をいただければ幸いです。政治家への寄付ではなく、この YouTube の視聴料として、立花隆が社長の会社へお支払いいただくものですということで、ゆうちょ銀行、UFJ 銀行、三井住友銀行のものがこの下に貼ってあります。これはもう10年以上、まあ少なくとも10年ぐらい前から、7、8年前からずーっとやってます。急に始めたもんじゃありません。過去の僕の動画見ていただければ必ずこれ入ってます。視聴料です。で、これをですね、ぜひ皆さん、なんとかね、払っていっていただきたいと。今までここについてはほとんど僕は喋ってなかったんですけども、視聴料を、一人放送局株式会社の方に、立花隆一人、こっちはね、株式会社立花隆なんですよ。前株で立花隆。こっち側は、立花隆一人放送局株式会社です。まあ
視聴料ね、いくらでも結構です、銀行で振り込んでいただければ幸いですというものですね。で、あとホリエモン新党、これはですね、私が代表している政治資金団体かな。ここはねちょっと特殊な政党になって、国政政党でもなければ、政治団体、一般の政治団体でもないんですよ。日本にね、この政治資金、政党資金団体かなっていうのは4つか5つぐらいしかないと思います。まあいずれにしてもこのホリエモン新党っていうのは、私が代表で斉藤健一郎が、参議院議員が、もう一人監査役とかやってるのかな、監査っていうか会計責任者やってくれてるんですが、ここは寄付もらいます。寄付、ついにこの NHK 党として、あるいはホリエモン新党としてですね、国民の皆さんから、企業からはもらえませんが、寄付をいただきます。で、もう今 NHK 党国政政党ではありませんので、まあそういう意味ではもうこれ国民から直接お金をもらうのはいいだろうということで、大きくここは舵を切ります。ただ我々は他の政党のように、あるいは宗教法人のように寄付をくださいということは、こちらの方から積極的に言うことはいたしません。かつ、ここ大事なんですが、寄付をいただいた、あるいは視聴料をいただいたという方に対して1年以内であれば返金させていただきます、同額を。なぜこのね、視聴料、例えばもう1000円とか1万円ぐらいだと視聴料という形で入れていただけると、立花隆一人放送局の方で処理をして、一般のここで課税してしまいます。課税をします。で、皆さんの方にも何のリターンもありません。党として法人税払わなきゃいけないですね。で、これはホリエモン新党というのは寄付控除が受けれます。だからこれもう10万円以上とかなってきた時には、これは視聴料じゃなくてホリエモン新党のですね、寄付という形で、ただこれ寄付だと寄付いただいた方のお名前や住所が公表されてしまいますので、そこをご理解いただいた上で寄付をいただける方は、事前にコールセンターなどにお電話いただければ、あとはメールでお問い合わせいただければ、事前にお名前、ご住所、そして職業で、あとですね、日本人であること、これ外国人の人から受け取れないので、そうすると寄付の控除っていうのを送ります、年末に。ということで、高額な寄付をしたいという方については、ホリエモン新党の方で受けるということにします。で、あと当選した地方議員からいくらかもらおうと思ってます。もちろんね、これも義務にしようとは思ってません。当選した地方議員からいくらか党の方にもらおうと思ってます。つまりチューナーレステレビの販売や、皆さんから任意でいただく視聴料、そして、ホリエモン新党寄付ですね。で、あと NHK 党の地方議員からお金をもらうと。特にこの請求書受け取りサービスなるものは今1日300件来てます。約すごいですよね、これね。で、この人たちに無料でやってるんですが、これもどんどん増えると思います。とすると、司法書士事務所一つではちょっと無理なので、どんどんちょっと司法書士さんの数や司法書士の、まあ一人当たりの数増やしていかなきゃいけないので、これ無料でやってますけども、ここにもですね、なんとかこういう視聴料とか寄付をいただけないかという文章をですね、挿入して、あとはテレビ買ってもらえませんかと。つまり、これまでは我々積極的にお金くださいと言わなかったんですが、この請求書受け取りサービスや、まあ撃退シールですね、いまだに撃退シール欲しいという方いらっしゃるので、これを送るときにテレビのパンフレットであったり、購入の案内お願いであったりとか、一人放送局の視聴料のお願いであったりとか、寄付のお願いをさせていただこうとは思ってます。で、これ何度も言いますが、強制ではありません。 NHK のようにお金を払えというつもり全くありません。今までね、こういうお願いをしてこなかった、それは政党助成金があったっていうのがあるんですが、まあ今 NHK 党は政党助成金がないという状況になっておりますので、国民の皆さんからの任意の寄付、あるいは視聴料、テレビの購入、そういったものに対して国民の皆さんからお金をいただくということをですね、再開というかね、まあ、これまでもある意味視聴料やってたんですけど、それをやっていきたいと思ってます。これはもう方針変更と言われるかもしれませんが、国政政党ではありませんので、お金の方は NHK 党さんにお金あげたい、立花さんの活動協力したい、ありがたいことにたくさんの方がいらっしゃいますから、これまでもね、なんか協力したいんです、何したりですかって言ったら、うちお金ももらってないんでねってお断りしてきたんですけども、まあお金は積極的にこれからくれるっていう方からもらおうと、まあ、それによってしっかりとコールセンターの運営、裁判費用の全額負担、請求書受け取り代行サービスをやっていくというところでですね、あと生活保護の方に対してもやはりこれまでの経緯がありますので、救済をするというサービスも続けていこうとは思ってます。白物家電のね、送るとか、そういったことも続けていこうと思ってますので、ぜひね、もう立花のことが信用できない人はもうどうでもいいです。それはいいです。ただ立花さん頑張ってるよね、
一人でね NHK 職員辞めてもう何年戦ってるのと、もう僕2005年に NHK 辞めましたから、かれこれもう15年18年ですよね。立花さんのお世話になってるから視聴料払うよっていう方は下の概要欄からですね、立花隆一人放送株式会社に視聴料ください、ね、金額が大きいのでそれはもう寄付にして税金の控除を受けさせてくださいという方はメールでですね、あるいは電話で、寄付したいという申し出をいただければ幸いでございます。そしてテレビね、いいテレビ売ってるじゃん、国民の洗脳、テレビが映らないテレビですよ、これをね買ってやるという方、そういうことをですね、これから政党助成金だけで運営できないので、だけというかないんですよね。ただ最後にこれ次のまた参議院選挙ですね、2年後の参議院選挙ではほぼ間違いなくですね 100% と言っていいぐらいですけども、45選挙区に候補者を立ててきます。でこれで 2% 取ればいいので、また国政政党に復帰すると思いますし、もちろん大津党首がですね、この政治家女子48党の大津党首との関係が、まあ、うまくいけば、あるいは大津党首が委任する人がですね、私と長くいくようであればですね、再度実質上の国政政党に復帰するということですので、とにかくお金を貸している皆さんはですね、あまり慌てないでください。とにかく何とかしますから、女の子たちの逆に成長ね、温かく見守ってください。この国を変えていくのはこういう若い女の子たちですから、海の苦しみだと思って変えていただければと思います。もちろん、金返せという方については、私の方でしっかりとテレビの販売で稼ぐなりしてですね、法律上の責任が今僕にありません。ただね、僕を信用してお金を貸してくれた方を裏切るつもりもありません。ということでですね、ちょっとお支払いに関しては温かい気持ちでお待ちいただければと思いますし、私の方に直接お電話いただければですね、状況をお説明、最新情報はお説明させていただきます。ということで終わりますね。いろいろなこと話したいんですけど、今はとにかくね、斉藤健一郎君、そして浜田聡君、2人の国会議員が頑張ってくれておりますので、本当にね、政治と選挙の分離、そして党のお金、僕はしっかりと管理しておりますので、ご心配なくお願いします。以上です。ご覧いただきありがとうございます。ここまでお金の流れをクリアに説明する等が他にあるでしょうか？あれば、コメント欄にお願いします。また、浜田聡と斉藤議員がそれぞれ立法事務費から党の活動に捻出するのは素晴らしいですね。こういったお金や支援する国民からの寄付によって、NHK からの被害者が救済されることを願ってやみません。それではまたね、ほなの。